ちもちジャパンへようこそ。今日は予想を裏切ったビデオゲームトップ20全編をカウントダウンします。 Thank you. I'll be here all week. このランキングでは発売前の映像が冴えなかったり開発期間が長かったり前作が不評だったために期待されていなかったものの予想よりもずっといい出来だったゲームをご紹介します。あなたの期待を裏切るようなゲームはありますか？コメントお待ちしています。第20位スターウォーズジェダイフォールンオーダー。Listen, I don't want to upset your rhythm, Cal, but the boss wants a word. 2019年のスターウォーズ新作に興奮しない理由はいくらでもありました。最大の理由はおそらくパブリッシャーの EA が何年もこのライセンスを無駄遣いし、2017年のバトルフロント2がどの側面から見ても大失敗だったことでしょう。スクリーン上ではソロが興行収入的にも失敗に終わり、最後のジェダイが全ファンを二分したように、ディズニーは自分たちが何をしているのか分かっていないようでした。しかしこのような混乱の中で制作会社のリスポーンは実に確実なシングルプレイヤー体験を開発したのです。プレッシャーソンビディチームはアクションアドベンチャー要素を見事に融合させ、フランチャイズで最も重要な出来事の一つと結びついた魅力的なストーリーを作り上げました。この作品は賞賛を浴び賞を受賞し、2023年にはジェダイサバイバーとして続編が作られる予定です。 Sounds like you're not too sure everything is gonna work out. I'm not. That's why adaptation is important. 第19位 Watch Dogs 2. Together we will carve up the streets. WaitDid you just say a line from the movie? オリジナルのウォッチドッグスが2012年のエレクトロニックエンターテインメントエキスポで公開されるとプレイヤーたちは大興奮。ハッキングとステルスに特化した UBI ソフトの新 IP は多くの人が望んでいたものでした。しかし残念なことに UBI ソフトがゲームのビジュアルを公開時から最終製品までダウングレードしてしまったようで、その興奮は薄れてしまいます。さらにゲームプレイはまだしっかりしていたものの、人々はストーリーと主人公に批判的で全体的に凡庸なゲームになってしまいました。それでも売れたので続編も同じようなクオリティにしかならないだろうと思われていましたが、それが間違いであることが証明されたのは嬉しいことでした。You guys thought that movie was gonna be good? Well, yeah, sure. Fun to laugh at. 舞台が変わることでより魅力的な主人公になりました。また本物のハッカーが助言したことでゲームプレイとプロットがより強固なものになりました。We are launching Operation Hack and Run. We'll show you what hackers can do. We are DedSec. 第18位 Spec Ops The Line. We picked up this transmission. This is Colonel John Conrad, United States Army. Has been evacuation of Dubai and it is complete failure.ミリタリーシューティングゲームは数多くありますが、スペックオプスが発売された2012年はさらにその傾向が強かったように思います。ゲームプレイに確信はありませんでしたが、この作品をこれまでの作品と同じようなものだと思った人は大間違いでした。このジャンルの他の作品とは異なり、ストーリーが主役で戦争の不穏な恐怖とそれが心に及ぼす不穏な影響を詳細に描写しています。偵察ミッションを中心に不穏な映像や数々のどんでん返しに直面します。 You did this. No, you did. 発売後に多くの賞賛を浴びましたが、発売当時は十分な注目を集められませんでした。売り上げが伸びずフランチャイズは危機に瀕し、ストーリーテリングの対策となり得たはずの作品でしたが、それは叶いませんでした。 What now, sir? Huh?The men are asking, what do we do now? We complete our mission. 第17位 Until Dawn 惨劇の山荘。 Tell me what you feel about it. It is essential that you answer honestly in order to get the most out of this experience. Until Dawn はその開発期間中には誰も予想できなかったホラーの傑作です。当初はムーブコントローラーを使用するプレイステーション3用ゲームとして2012年に発表される予定でしたが、実現しなかったのは非常にありがたいことです。プレイステーション4に移行しモーションコントロールが廃止されても、ソニーはほとんどマーケティングを行わず、同時期に発売されるサードパーティーのタイトルをプッシュしました。
それでも多くの人がプレイしましたよ。So tell me, in this little game you're playing so diligently, who is it that you most dislike?アンチルドーンは発売予想を大きく上回り、恐怖心を煽りながらもプレイヤーの意思決定に重きを置いた内容で十分な評価を得ました。 The heart of the problem it all comes down to this. Can you really tell the difference anymore? 第16位、シャドウ・オブ・ウォー。 Your little mob stands no chance against us. Yes, threaten me more. Oh, I love hearing it.シャドウ・オブ・ウォー以前は JRR トーキンの中津国を題材にしたゲームには当たり外れがありました。ヒットしても必ずしも世界を熱狂させるものではなかったのです。このモノリスのゲームも同じようなクオリティになると思われ、 UBI ソフトのある社員はアサシンクリード2からアセットを盗用したと非難したほどです。このジャンルの他のゲームと非常によく似ているにもかかわらず、ゲームがリリースされると否定的な意見はすぐに消え去りました。確かに戦闘シーンは見慣れたものでしたが、信じられないほど楽しくバランスも良かったのです。しかしこのゲームを本当に際立たせていたのはネメシスシステムでした。シャドウ・オブ・ウォーは当時最も成功したロード・オブ・ザ・リングゲームとなったのです。Ranger! Let's get one thing straight. When I kill a man, I expect him to stay dead. 第15位、ウルフェンシュタイン、The New Order. B.J. Blazkowicz, I should have known only you would be dumb enough to do a daytime entry. Glad to have you back, Wyatt. ウルフェンシュタイン 3D は FPS の祖父と称されるかもしれませんが、このシリーズはその後プレイヤーを魅了することはほとんどありませんでした。2009年に発売されたウルフェンシュタインもそれほど人気がなく、売り上げの低さもそれを反映していました。そのため2013年にリブートが発表されても私たちは期待していませんでした。結果的にはベセスダとマシンゲームズは史上最も華麗で暴力的な FPS の一つを作り上げることになったのです。この素晴らしい残虐シーン描写はゲームプレイに重みを与えるだけでなく、物語とも見事に調和していました。第二次世界大戦でナチスが勝利した別の時間軸を舞台に、私たちは全てのシーンに魅了されたのです。第14位、ファイアーエンブレム覚醒。ファイアーエンブレムは大乱闘スマッシュブラザーズで世界に知られるまでは日本だけで有名な任天堂作品でしたし、世界的に知られるようになっても売り上げは伸び悩みました。実際販売不振のため、覚醒は開発の段階で最終作になる可能性があったのです。当時 3DS はまだ比較的新しい機種でしたから、まさにそうなるかと思われました。もちろんそうはならなかったのですが。覚醒は発売後に多くの賞賛を受け、新規参入しやすい機能によって信じられないほど売り上げを記録し、初期の 3DS の足場を固めたと考えられています。そして今このシリーズはかつてないほど強固なものとなっています。 No, that I loved you. 第13位、デューム。いくつかのモバイル向けの作品を除いて、 Doom シリーズは2004年の Doom 3以降かなり低迷していました。しかしそれは id ソフトウェアが2007年に第4の制作に着手し、開発期間の紆余曲折のために白紙に戻してやり直すことになったからです。最後の対策から10年後の2014年、新たな Doom が発表されました。古くなったフランチャイズの新たな作品は、他の FPS ゲームがひしめく中で際立つだけの新しさをもたらすことができるのか、私たちは考えずにはいられませんでした。結果的に心配は無用でした。2015
2016年のデュームはクラシックゲームと同じ必死の移動や銃撃を止めないゲームプレイをクオリティオブライフの変化と不愉快ではない程度の美しいビジュアルでもたらしたのです。第12位ゴールデンアイ007。最近は映画とタイアップしたゲームはあまりありません。もしタイアップしても映画の2年後に発売された作品のクオリティは凝ってしまうでしょう。ゴールデンアイ007がまさにそうでした。さらに FPS の名作はほとんどが PC ゲームでした。もしゴールデンアイがあれほどまでに優れていなかったらこのジャンルはどうなっていたのかと思ってしまうほどです。家庭用ゲーム機で FPS の普及に貢献したのはキャンペーンもさることながら、マルチプレイに費やした膨大な時間の方が真っ先に思い出されます。このモードは実は直前に追加されたものでありながら本作の特徴になった機能です。今でも64のライブラリの中で最も愛されている作品の一つです。11位のご紹介の前に最新動画をお見逃しのないようチャンネル登録をお忘れなく。更新ごとに通知を受けるかどうかの設定は変更可能です。スマートフォンでご視聴の際は設定画面で通知をオンにしてください。第11位スリーピングドッグス。 Your concern's really moving. Yeah, I appreciate that. I'm suddenly realizing I should have never dropped out of art school. I could have made it. I could have been a real somebody.アクティビジョンのトゥルークライムシリーズは開発元のユナイテッドフロントゲームズと共同で香港を舞台にした作品を発表する予定でした。しかし残念なことに遅延、予算、そしてグランドセフトオートのような競合のレベルに達することができないというアクティビジョンの考えから2011年にキャンセルされました。完成間近でありながらユナイテッドフロントがアクティビジョンの意見に反対したためどうすることもできなかったのです。しかしスクウェア・エニックスがその救済に乗り出し出版権を買い取ってスリーピングドッグスと改名しました。ストーリー、戦闘、設定が好評で1年で150万本を売り上げました。また2014年には3つの拡張パックとリマスター版、グランドセフトオート、リトロジー決定版が発売されました。なかなかのものです。I knew I was right to trust you. Don't worry, Tiffany. I'll take care of it. Thanks, Wei. もっとすごいゲームコンテンツが見たいですか？モジョプレイズでぜひご覧ください。最新動画をお見逃しのないようチャンネル登録をお忘れなく。